めちゃくちゃきつい。結局答えが何かが分かんない。自分が釣んないとダメなんです。頭フル回転おはようございますって言ってももうすぐ昼、まあ、なんでこんなのんびりかしてるかっていうと、明日オフィシャルプリプラクティスっていうような感じで、今前日ですね。でめちゃくちゃ寒いんですよ、テネシーで。今日は朝マイナス1度で18度、夕方5時に18度ぐらいまで上がるっていう天気なんですよね。まあ今日はまだ暖かいんですけど、明日からもうマイナス2度の最高7度とか、しかも雨っていうような天気でかなり辛いっすね。めちゃ寒い。もう今もう多分気温一桁なんですけど、激寒っていう感じですね。ということで、まあ、釣り的には多分なんですけど、スポーニングのベッドとかって入ってない釣りだと思うんで、ハードベイトとかで釣っていくような感じになるかなとは思います。ただ、スポーニング直前になってくると、そういうハードベイトの反応悪くなる可能性あるんで、そうなってくるとフィネスが有効になる可能性もあるし、スモールマウスもいるから、そのスモールマウス釣るには必然的に少し、ラージマウスより弱めな釣りっていうのが必要になってくるので、その辺が今回のキーですね。スモールマウスのキーパーは18インチ、でラージマウスのキーパーは35、6センチっていう感じで、スモールの方がキーパーがでかい。イコールどういう意味かっていうと、スモールマウスのキーパーで5匹揃えられれば、2年前に、カナダ人のガッシーっていうね人が優勝した時のように、テネシーリバー水系はスモールマウスさえ見つけられれば優勝する可能性大。ただそう簡単ではない。キーパーが40センチなんで、その辺をラージマウスで攻めるのかスモールマウスで攻めるのか自分の中でジャッジしてやっていくと、まあ、クラシックは毎年言ってるように優勝が本当に価値のある。去年優勝したのはジェイソン・クリスティ、2位だったのは覚えてないっていう人が多いと思います。カイル・ウェルチャーっていう選手なんですけどね。でもそういうような感じで、やはり優勝がすごく歴史的な意味のある大会なので、優勝を目指すと必然的にスモールマウスかなと思ってます。トーナメントモードには入ってきてますか？そうですね、もう昨日ぐらいからあんまりこうテンションをこうガーッ
上げたりこう下がったりとかせず、もうずっと一定のテンションでいるのをこうキープしてるというか、わざとそうしてますね。プラクティスの時にいろんなものをこう見つけられるように、あんまりこう気分を上下せずっていうようなことを心がけて今います。まあそれがいいのかどうかわかんないけど、もう試合モードになってるかなっていう感じですね。でも目つきも変わると思いますよ。まあ足寒いんで、あんまり風邪ひかないようにやろうと思います。寒い、超寒い。2月下旬めっちゃ寒かったっすよ。1ヶ月後なんですけど、でもね、意外とやってみて分かったんですけど、スポーニングエリアにはバスがいるんですよ、そもそも。でその外側にいる感じ で今日朝やってた場所とかは完全にスポーニングエリアだったんですよね。スポーニングエリアに本当に入り込んでる感じかなってイメージはしてるんですけどね。でもなんかスポーニングエリアにめちゃくちゃベイトが入ってるんですけど、バスがいないんだ。で今水低いから結構カバーとか使えない。必然的にこうハードベイトで外をフラフラしてるやつを釣ってく感じになるんですよね、この天使リバス池。今日雨の日結構釣れんすよ。まあ去年はそうだったんですよ。その雨でこんだけ釣れないからなんかよくわかんないなって感じ。そもそもやってる場所違うのかな。これでもノンキーパーかもしれない。ギリギリキーパーかな。よいしょ。うわノンキーだよ寒い寒い。バスちゃん意外とあれでした。外まあノンキーだとしても魚がいるっていうのはすごいいいこと。やっとなんか魚からの反応があったからまだいいけど、結構ベイト入ってんな。すごっ、8か。来た。お、スモールマウスだ。これスモールマウスだからノンキーパーだと思う。でかっ。キーパーかもな、このスモール。うん、でも多分ノンキーパーだと思うんですよね。18インチだから18だもん。あ、ノンキーだろう。うわ、ほらこれでノンキーっすよ。きついっすよね。いやー、
っぱドンブカ系スモールいるんだな。前回のバッシーはあれを18日以上で揃えていた。そう全部ね、毎日5匹、すごいっすよね。超ビッグスモール連発みたいな。すごいいいとこ通してこのサイズ。ほんとあの木一番いいところ、一番いいところにこの子がいるっていう感じ。このフィールド難しいんだよな。得意な釣りに持ってけないんですよね。クランクベイトとかね、そういう釣りになっちゃう。ジャークベイトとか別に嫌いじゃないけど、アメリカの選手と戦うんだったら結局こういう釣り得意な人たち多いですからね。僕である必要がない。その僕である必要のある釣りを見つけなきゃいけないんですけど、まあ、今日ちょっといろんなとこコロコロ回ったけど全くいないですね。見つけられない。どういうとこにいるんだろうマジで。よくわかんねえんだよなバスのいるところが。本当にこういうシャットテールで釣れる気もしないんだよね。送った。マジか嘘だよ釣れたよマジ嘘。でもこれのんきでしょ。あ、キーパーある。ほらとうとうキーパーが釣れたよねえ。うわーマジか。もうどうせ釣れねえんだろうなとか思ってたら釣れたじゃん。こんな魚浮いてんだ。ちょっとびっくりだな。ってことはこういうとこちょっと信じてペロペロしてたら釣れんのかな。ペロ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 。でもこれこういうシチュエーションの場所他にないかな。こういうなんか、お、食った。マジか。おっしゃ、入った。もうやめよう急に開いたぞ急に道が開いたぞ。
大体そうなんだよな。こうやって諦めないでずっとやってると急に道が開かれるんだ。こうやってびっくりしたわ。よし、クラスのバスが反応した。こうやって裏側も入れんのいいっすね。入ってみないと分かんなかったからよかった。おくった、ほら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 、やばくない？バカねえ、やばいっすよね。そういう意味ではやっぱり食った。うわ、マジか、また食ったよ今。その透明度は結構必要な感じがするんですよね、この釣りは。見つけてもらうって。そう、見えないと多分横飛びでぶっ飛んできてるから、その見つけてくんないと多分きついと思う。 OKOK、 そういうことね。送った、ノンキーだな。 OKOK、 戻ります。いい感じ、一気に楽しくなった。もうやだーとか言ってたけど、一気に楽しくなってきた。こういうもんなんだよな。だいたいプラクティスって釣れなくてもう嫌だなと思ってもずーっと集中してるとどっかで突破口が見えるんですよ。だからこういうの結構大切。ずーっとやっぱりキープしてその魚を探し続けるんですよ。それがやっぱすごい大切なんですよね。犬が来た。ちょっと。はい。Day1 終了。めちゃくちゃきつい。結局釣れた場所1箇所しかないわ。いや、もうちょっと良くなってくるとは思うんですけど、でもきついのかな、もしかすると。まあ今日のヒントをもとに明日同じようなシチュエーションもう1回探しましょう。ただ明日めちゃくちゃ寒いから、ちょっとね、ランプ使うのが怖い。あと車運転も怖い。結構凍結してるかもしれないんで、その辺気をつけて、なるべくあのレンタルハウスの近くの家ランプで降ろして車の事故を起こさないように動こうと思います。ということで、お疲れ様でした。
おはようございます。 Day 2 Practice。 昨日とりあえず見た感じ全然反応なかったですね。なんで反応ないかちょっとまだわかんないんで、今日とりあえずまた探してみるような感じになると思います。で、今日からまた寒くなるんで反応鈍いとは思うんですけど、今回のプラクティス終わっても1週間弱あるんで、結局また変わるから、大雑把に魚こんな感じかなっていうのだけ見ておいて、魚が濃そうなところ多分ね、スポーニングがあるから出てこないと思うんで、こういう湾にいたら魚が濃そうなところだけ探しといて、今回の3日間を終えるっていう感じですね。今日は特に寒いから反応鈍めでも、まああんまりこうへこまず、いつもずーっとなんて言うんだろう、冷静に魚探していこうかなと思ってます。今日は、昨日は再下流の方まで行ってるじゃないですか、今日はエリア的にどうかっていう考えがあるんですか。まあ、ちょっと上流側からスタートはしてますけど、また下流まで降りるかもしれないです。なんでかっていうと、夕方、昨日夕方あのボートドッグ系の釣り見つけたから、またああいうシチュエーションを見つけに行くこともやるから、今日は上流から見つつボートドッグ系の場所を探っていく感じになると思うんですよ。ただ朝だけやっぱこういうフラットって呼ばれる浅いこうスポーニングするような場所の釣りで全然釣れてないのがちょっと納得いかないんで今やってるんですよ。で、普通セオリーだったら、セオリーって通常だったらこういう釣りが釣れるべき時期なんですよ。なのに何の反応も昨日なかったんで、一匹も釣ってないんですよね、こういう釣りで。それがちょっとありえないから、それで今やってる感じ。ノンキーパーだ。やっぱそうだよね。朝魚探かけていいなここって思った場所で、バス行ったけどやっぱノンキーパー。どっかで多分魚が止まってんでしょうね。止まってるっていうのは中まで入ってこれてない、おそらく。なんでかっていうと多分水位が低いから入らない。流れもあんまないな。前回はどうだったんですか。もうちょっと流れてたと思うんですよね。まあてか本当に水量が少ないですね。びっくりするぐらい少ない。あ、やっぱいいサイズだ。これキーパーだよ絶対。やっぱ外側だわ。これ確実にキーパーだわ。あ、やっぱりそうだわ。そうだ、バスが入れないんだ中に。すげえ、もうなんかブレイクのぶつかるこういうとこにいるんだ。バス分かったぞ。だから釣れないんだ。スポーニングエリアにの手前の流れの当たる方にいるわ。流れの当たらない方から入ったんですけど今釣れなくて、あれと思って
よくわかんねえなと思ったけど今釣れた。わかったぞ。そりゃ昨日やってて釣れないわ。うん？なんか一つつかめた。つかめたね。ちょっとプロっぽかった。なんだよプロっぽいってって感じ。自分で。のんきだね。やってるとこはやっぱ昨日間違ってたんだな。こうやって釣ってみるとね、だいぶなんか魚触れ出したっすもんね。これは流れが当たってる側ですか。うん、流れがちょっと当たってる。もうすぐ そばの流れが入るとこ。昨日は逆に当たってない。うん、もう湾の奥。今日の朝一やってたかな。スポーニングエリアはそばにあるんだけど、その流れの当たってる側をやるとちょっと釣れる。ただ流れが当たってる場所は釣れないって感じ。わかんないけど、こうじゃねえかな、じゃねえかなってこう見ながら。でもなんか今ちょっとやってる感じはそんな感じですよね。回収と同時に来た。これキーパーじゃない？キーパーじゃねえか。お、お、あった。こんぐらいが14か。やっぱ思ったとこいるな。キーパーを連れ出した。あとはスモールマウスを見つけなきゃな。2月下旬に去年の試合あった、おととしかシャローにいて今年いないっていう。ただスポーニングエリアに入ってないってことはその手前なんだよな。ステージングエリアと呼ばれる一歩手前を釣るっていう感じなんだろうな。越冬とかじゃなくてやっぱそのスポーニングを控えてる魚がたくさん、まあ、一点多分一箇所固まってると思うんですよね。そういう魚を見つけ出せれば多分相当いいと思うんですよね。そういうのが上流域になってくると、今日朝一釣ったみたいなああいうスポーニングエリア手前の流れの当たる枝とか下流になってくれば
もっとなんかディープフラットとかディープの岬とかがあるだろうから、そういうそっちの方が得意だから、絶対釣り方あるぞこれ。厳しいっすね。結局答えが何かが分かんない。まあでも今日冷えてるんで、その朝一飯食ってても昼ぐらいから一気に食わなくなるだろうなっていうのは予測はできたんですけど、でもまあそれを抜きにしても釣れない。やっぱり難しいっすな。なんだろうな、なんかすごいディープっていう感じじゃないんだけど、食ってない感をなんか肌で感じる。そしてなんかこういうワンドの奥にバスは入ってない、それもなんか感じるっすね。で明日はもうそれをもうスモールマウスとかそういうのはもうこれでやめます。もう昨日も今日も結構こう下流かなり走って下流域のスモールマウス狙ってやったんですけど、もう明日は上流域やってみようかなと思います。もうちょっと展開変えよう、しょうがない。ずっとそれにこだわっててもしょうがないから、ビッグフィッシュスモールに全然釣れないからもう仕方ない。ちゃんと魚が釣れる釣りをまた探しつつやってきます。おはようございます。最終日、今日は今までで一番寒いです。でも今日がまあ最後なんで、何かしらヒント見つけたいなっていう感じですね。昨日まで結構こだわってた下流のスモールマウスは一回リセットして、上流域を中心に見ていこうかなと思います、なんだかんだオフィシャルプラクティスっていう最後あの試合直前に8時間練習ができる日があるから、それまでにまた変わるだろうから、そこに備えてプラクティスをしていく感じ。まあこれで今日もまだ見つけられてないけど、これで見つからなかったとしてもまだ1日あるって思って、集中力切らさず魚を探していきます。ドンキーだけどバスはいる。
リールが壊れるぐらい寒い。レベルワインダーが固着した子ってそんなことあんだな。やべえよこの寒さ。よし移動します。今水温何度ぐらいですか？今水温がちょうど10度から10度から9度の境目ぐらいを行き来してる感じ。だいたいアメリカって最低水温がいろんなレイク行くと、このぐらいの寒いところでだいたいね8度9度ぐらいなんですよね。今回の試合のノックスビルテネシーリバーはその1月2月が6度ぐらいなんですよ。で何が言いたいかっていうと、他のところよりもちょっと寒い水温になるフィールドっていうイメージですね。僕が住んでるチカマウガだったら本当最低水温8度、だいたい8度ぐらい。だから今だと9度10度だからちょっと水温が上がってるんだけど、他のとこの地域の最低水温に近いやっぱ水温なんで、餌を食べるタイミングっていうのが限られてる感じはしますよね。特にこうやって冷え込んじゃってガッツンガッツンってこう冷え込みが入ると余計食うタイミングがすごい限られてるのかなって思うっすね。だから反応がないっていうのもあるかもしれない。でもエリート選手は釣ってくんですよ、いつもそう。だから僕も釣らなきゃいけない。もういつもそうだからタフタフって言っても結局釣ってくるから、自分が釣んないとダメなんです。頭フル回転で釣ってくる。こういうとこにはいるよね、のんきだけど。俺がキーパーになってくれることを信じてやるしかない。見て、さっき作ったスピードクリスタルです。ほら、これだ。完全サイズ上がったもんね。さっき作ったやつ。シングルブレードのスピナーベイトに変えたら一発。マジか。でかい魚が動き出した。
公式プラクティスをお疲れ様でした。お疲れ様でした。3日間やってみてどうですか？いや、3日間やってみてかなり厳しいです。こんなにも釣れないものかという感じになっちゃいましたね。まあ2年前の時もそうだったんですけど、やっぱなんかテネシーリバーってちょっと癖があるのか、これ試合当日多分釣れる感じになっちゃうと思うんですけど、やっぱ寒暖差がすごいからか全然やっぱ釣れないで、寒い時に当たったんで余計反応を得られないっていうような感じで、3日間終わっちゃいましたね、あっという間に。はい。で水位も低いんで、そういう意味でも少し翻弄されたかなと、自分が思ってた感じとは程遠いなんか雰囲気で、かなり不安な試合になりそう。あと一番はスモールマウス見つけられなかったのが一番痛いかな。結構デイ1もデイ2も遠出して魚を探そうと思ったんですけど、結果的に何もヒントを得ることができず終わってしまったっていうのがあるんで、かつ要素としたらやっぱもうスモールマウスだと思うんで、そこを見つけられなかったっていうのが今回少しショックかなという感じですね。ただ昨日までやった狙ってたところは、うん、その来週を想定したポイントで、その公式プラ3日間で魚を釣ろうっていうふうにはしたわけではないです。なんかどう変わるかを予測して釣ってくほど魚の反応得られてないっていうのが正直なところ。だから正直今魚は取ってる、1日1匹か2匹魚の反応は得られてるけれども、それが果たして試合の時に機能するかどうかもわからないし、5匹揃っちゃうかもしれないしっていう感じで、まあもう自分の中で魚を、まあこういう魚がいるなっていうのを見つけて、うん、どうやって釣ろうっていう、まあ、願ってますっていう感じですね。うん、釣れることを願う、そんな感じかな。でも見ていると、うん、そこまで焦っているようにも見えないんですけど、気持ち的にはいかがですか？まあ、結局魚が見つけられなくても試合の時に変わるんですよ大体。でもこの天気予報とか見てても明らかに試合の時に変わりそうな雰囲気なんで、まあ、その辺も含めてまあどうにかなるんかなんないか分かんないけど、どうにかしていこうと、一種の開き直り的な、まあ、そんな感じかな。うん、そんな感じですね。一種の開き直りをしてる感じで。はい。それはそのエリートのレギュラー戦とは違うクラシックだからっていう部分も大きいですか？いや、クラシックもエリートも考えてることは一緒っすよ。ただかつポイントを稼がなきゃいけないっていうことも数えた上で、そのどう大外しせずにそして勝ちを目指していくかっていうところもあるんですけど、クラシックはもう勝ちだけっていうところになってくるんで、魚釣ることは多分できるんですよ。でも振り切れる、あ、これで振り切ろう、これでやり切ろうっていうのが見つけられてないから、うーんってなってるっていうところです。だからこれだっていう革新的なものがあればもうデコっちゃってもしょうがないんですよ、やりきっちゃえるから。それがないからうーんなんです。仮にデコったとしても、そのこれだったら優勝にを狙うことができるパターンだっていうのが見えてたら、全然気持ち的にもそんなこんな風になんないでいいんですけど、今回はそれがない、それが見つけられなかったから、うんって思ってるんですよね。あと1日公式オフィシャルプラクティスが1日あります、はいはい、そこで見つけようと。そうですね、まあ、そこでもうどういうふうに舵を切るか最終的に見て
やっていこうかなと。日にちもあるんで、試合までもね。だから、まあ、このぐらいの感じでやってく。で、このぐらいの感じでやっていけるような技術力とか、そういうのはやっぱエリートで学んできてるんで、うん、このぐらいの感じをでどうにかね見つけられるようにしていこうかなと。いつものことなんで、どう見えてない状態で試合中に見つけ出していくかの方が重要なんですよ。プラクティスで見つけるというより、プラクティスはあくまで参考程度、当日、試合の当日どこまで見つけられるか、その日のプライムパターンと呼ばれるものを見つけられるかっていうものが実は重要なんです。だからまあプラはもうあくまで参考、プラクティスですごいずれすぎると引っ張られちゃうから、このぐらいがちょうどいいです。